ベンバー難期によって先制させられるイエレン、ジャネット・ルイーズ・イエレンはアメリカ合衆国の政治家、経済学者、ジョー・バイデン政権にて同国財務長官を務めている。第15代連邦準備制度理事会議長を務めた。女性として史上初の FRB 議長、財務長官である。このほかビル・クリントン政権の大統領経済、諮問委員会委員長、 サンフランシスコ連邦準備銀行総裁、連邦準備制度理事会の副議長を歴任した。大統領経済諮問委員会委員長、連邦準備制度理事会議長、財務長官をすべて経験するのは、ジャネット・イエレンが初めて。1946年8月13日に、ニューヨーク州ニューヨークのブルックリンのベイリッジにて、ポーランドユダヤ系の一家に誕生する。父は医師。 母は教師だった。ブルックリンのベイリッチセクションにあるフォートハミルトン高校を主席で卒業し、1967年にブラウン大学の経済学を優秀な成績で卒業する。ジョージ・ハーバート・ボーツとハーシェル・グロスマンの強い影響を受けた。1971年にジェームズ・トービンの監督のもと、論文・エンプロイメント、アウトプット・アンド・キャピタル・アキュムレーション・イアン。 オープンエコノミー A ディシキリブリアムアプローチにより、イエール大学から経済学博士号の学位を得る。1971年から1976年にかけてハーバード大学経済学部の助教授となる。1977年から1978年にかけて連邦準備制度理事会で国際金融、貿易、金融研究部門のエコノミストとなる。 1978年から1980年までロンドンスクール・オブ・エコノミクスの講師となる。1980年から1982年までカリフォルニア大学バークレー校のハースビジネススクールの助教授となる。1982年から1985年までカリフォルニア大学バークレー校のハースビジネススクールの准教授となる。 1985年にはカリフォルニア大学バークレー校のハースビジネススクールの教授となる。1994年から1997年まで連邦準備制度理事会の理事を務める。1997年から1999年まではビル・クリントンの大統領経済諮問委員会の委員長となる。1999年には 全米経済研究所の研究会員となる。2001年には、西部経済学会の副会長となり、また、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローとなる。2004年から2010年まで、サンフランシスコ連邦準備銀行の総裁を務めた。2010年10月4日から、連邦準備制度理事会の副議長となり、2014年には、連邦準備制度理事会の議長となる。 2018年2月3日の任期まで務めた。2018年には、ブルッキングス研究所の特別研究員となった。2020年11月30日に、ジョー・バイデン次期大統領より財務長官に指名された。上院での人事案審議は超党派で賛成を集め、2021年1月25日に、賛成84、反対15票の大差で承認された。 翌26日に先制就任。2008年頃以降のアメリカの経済危機に対し、イエレンは全副議長としてマネタリーベースの大幅な増加による大規模な量的金融緩和政策に参画した。最終的にマネタリーベースは4兆ドルを超えた。この量的金融緩和政策はアメリカの経済を良好に回復させたとして高い評価が見受けられる。 バーナンキやイエレンが率いる FRB は長期にわたる金融緩和により景気がある程度回復したと見ると2013年末から月100億ドルずつの量的金融緩和の縮小を開始し10ヶ月ほどで量的金融緩和によるマネタリーベースの増加は終了すると見られている。バーナンキの退任後新議長になったイエレンはその方針を踏襲している。 イエレン審議長は2014年5月8日行った上院予算委員会での証言で適切なバランスシートの規模について政策の正常化が進行するまで決定を急がない考えを示し危機前の水準に戻すには5から8年近く要する可能性があると指摘したその後2014年5月19日バーナンキは利上げは経済が正常化に向かっていることを示すため 利上げの時期が来ることを望む金融政策の正常化に伴いバランスシートを正常化させる必要はないとの見解を示した。2014年8月20日、FRB は先月分の連邦公開市場委員会議事要誌を公開し、最初の利上げ後も当面、保有証券の償還資金再投資を継続することにほとんどの参加者が賛成していると公表した。 2014年8月22日、イエレンは、アメリカの失業率が予想以上に早いペースで低下したことを指摘しつつも、失業率のみを指標として、米労働市場の健全性を判断するには、不十分と強調し、入手される指標や情報に基づき、政策を柔軟に決定することを再度主張した。2014年10月29日、FRB は、資産会入れ額を、 これまでの150億ドルからゼロとした。これに伴い、2012年9月に開始した、両手機関は第3弾による、新たな資産会入れは終了した。また、超低金利政策が、かなりの期間になるという表現を継続して、フォワードガイダンスの表現を維持した。千二十一年一月十九日に、財務長官の上院指名のための、上院財政委員会の公聴会の席で、 中国政府の新疆ウイグル自治区などでの所業を念頭に中国はおぞましい人権侵害を犯している。中国は最大の戦略的競争者だと指摘し、中国の不公正貿易などに対抗するため、すべての手段を使う用意があると述べた。中国による知的財産権侵害や技術移転供養などに積極的に対抗する必要性があると語り、同盟国と連携して、 中国に対抗する方針を示した。また新型コロナウイルス流行による景気鈍化の長期化を防ぐため大きく動くことが賢明だとしてバイデン時期大統領が提案した1兆9000億ドル規模の経済対策を早期成立させるよう連邦議会に求めた。この経済対策についてはオバマ政権時代のサマーズ元長官は課題すぎるとして異論を唱えた。 2021年1月26日就任、女性初の財務長官、ありがとうございます。